こんにちは。いつもプッチャンネルをご覧くださりありがとうございます。今回の動画は飼い主が喋りながら進みます。ぜひ最後までご覧ください。今日は YouTube をはじめ他 SNS でもよく質問をいただく3匹の名付けについてお答えしていこうと思います。まずはチョミー。チョミーという言葉は私の娘が1歳半の時に発していた合言葉です。美味しいものを食べた時や写真を撮る時の掛け声、お気に入りのものを見つけて指差しをする時など、ご機嫌な時に必ずチョミーと言っていました。親が教えたわけでも保育園で流行っていた言葉でもなく、娘がいきなり言い出して一人でハマっていました。言っていた期間としては3、4ヶ月くらいだったと思いますが、猫を迎え名前をつける際にあの時のチョミーがぴったりだと思い名前に採用しました。次はプティコ。これも娘の発した言葉をそのまま名前に使いました。チョミーと発していた1年前に毎日言っていた言葉です。つまり娘が生後6ヶ月頃の喃語です。喃語とは赤ちゃんがはっきりとした言葉を話す前に発する発声練習みたいなものです。そしてその喃語がプティコ。しかも高速で早口言葉のように発していて強烈に印象に残っています。プティコ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 、怖い赤ちゃん期でした。この猫をお迎えしようと決めた時、顔とプティコがマッチしすぎていて他の名前は全く思い浮かばなかったです。最後はパオ。パオについては家族会議で決めました。柄が特徴的なのでいろいろ考えたんですが、ちょこまか歩く後ろ姿を見た時に尻尾からお尻にかけてのラインがゾウさんにしか見えなくてパオになりました。他にもしずくちゃんやナナちゃんという候補もありました。しずくちゃんはお腹の横の模様がしずくみたいだったからで、ナナちゃんは誕生日が7月7日だからです。ポコちゃんって候補もあった気がする。我ながらみんなぴったりの名前だし、他の猫ちゃんと被ったこともなくすごく気に入っています。最後までお付き合いくださりありがとうございました。